平野紫耀陸インスタで兄弟にショット公開ファン大歓喜こんな日が来るなんてなって。日本のアイドルグループキングプリンスへの元メンバーであり、現在はアーティストやアパレル会社を経営する平野紫耀と、彼の弟である平野陸が、兄弟の絆をインスタグラムで披露し、ファンの間で大きな歓喜を巻き起こしています。 19日、平野陸が自身のインスタグラムに兄弟の2ショットを公開しました。平野市要は、滝沢秀明氏率いる新事務所、戸辺への合流が先日発表され、それに伴い自身もインスタグラムを開設するなど、話題を集めていました。その中で、ついに弟の平野陸もインスタグラムに登場し、兄弟の絆をファンに披露しました。 公開された写真には、お互い頑張ろうねん、という温かいコメントが添えられています。ファンからは、念願かなって実現した兄弟の2ショットに対して熱狂的な反応が寄せられています。家族って、いいね二人とも応援してます。こんな日が来るなんて、簡単ふっ。神様ありがとう、激アツショット、待ちに待った2ショット、とコメント欄には歓喜の声が殺到しています。 平野ノシと平野陸の兄弟愛はファンから常に注目されてきました。兄弟でありながら、それぞれが異なる道を歩んでいる彼らの姿は多くの人々に感動を与えています。平野ノシはキングプリンスとしてグループ活動を行いながら俳優としても活躍し、数々のドラマや映画で演技力を披露してきました。 一方、平野陸はアーティストとしての活動やアパレル会社の経営を手掛けるなど、兄とは異なる分野で自身の才能を発揮しています。兄弟の成功には、家族やファン、そして周囲の人々の温かいサポートがあったことは間違いありません。彼らの輝かしい成果は、努力と情熱だけでなく、絆の強さにも支えられているのでしょう。 兄弟としての絆が SNS へで公開されることはファンにとっては特別な瞬間です。これまでにも兄弟の2ショットや家族写真を公開するアーティストは多くありましたが、平野市用と平野陸の場合は特に注目される要素が豊富です。 キングプリンスをとしての活動を経て、平野紫耀が新たなステージに挑戦しようとしているタイミングで、弟の登場はファンにとって嬉しい驚きだったことでしょう。また、インスタグラムの普及によって、アーティストや著名人とファンとの距離感が縮まっていることも大きな要因です。 SNS を通じて、よりリアルな一面を見せることで、ファンとのコミュニケーションがより密接になっていると言えます。平野陸のインスタグラム解説も、その一環として、ファンとの交流の場を広げるための試みと受け取られているようです。兄弟の2ショットが公開されたこの瞬間を境に、平野陸のインスタグラムのフォロワー数は急増していることでしょう。 兄弟それぞれの個性や才能に惹かれるファンたちが新たなアーティストとしての平野陸を見つけることができるでしょう。平野市要と平野陸の兄弟の絆は今後も多くの人々に影響を与え続けることでしょう。ファンとの交流を大切にし、お互いの成長をサポートしながら、それぞれの道を歩んでいく姿勢は多くの人々に勇気と希望を与えることでしょう。 兄弟の2ショットが公開された瞬間にはファンだけでなく世間も大きな注目を集めました。これからも彼らの活躍と絆に目が離せないでしょう。ファンと共に平野紫耀と平野陸のこれからの活動に期待したいと思います。